Hey, hello everybody. 7月25日のしゃべりすぎゲーマーへようこそ。ようこそ。How's it going? Wow. Are you okay? どうでしょう Maybe. I don't know. We'll see what happens. 今回ですね、今回のテーマ、今回のテーマはね、夏と夏休み、夏休みとゲーム、夏休み というゲームと、今週遊んでるゲームと皆さんのコメントというところなんですね。はいはい、まずは、今週遊んでるゲームからいきたいと思ってまして、自己紹介なしですか今日？ああしてないね。あしますか一応。自分が誰だ？覚えてない。覚えてない。昨日休んでたからねもうすべて忘れてます。いいな。切り替えてください仕事も、うん。昨日誕生日だった。あ、そうなんですか。おめでとうございます。ダニエルです。おめでとうございます。ドラクエ発売まであと4日、クラベです。野口です。千葉です。ということで、はい、何歳になりました？37歳になりました。そこ聞いちゃいけないやつ聞いちゃいました。ということですね。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、プレゼントの住所はいいんですか別に。あ、そうですね。ウェブサイトに載ってるので、はい、ぜひプレゼント待ってます。特にアイスクリームケーキが好きなんで、はい。クラブへのプレゼントでもいいです。それはないぞ。今週遊んでるゲームといってね、はい、やっぱ今週スプラトゥーン2、ね、から行きましょうか。はいはいはい、スプラトゥーン2やってる人。はい。出ます。あれダニエルさんやってないの？ね。先週 の、 その、スタートフェスやってましたけどまだ、本編はやってない。あ、そうなんですか。まだ買ってない。なるほど、はい、これからです、はい、やるつもりです、うんはい、お二人はやってる。一応やってます。多分野口さんの方がやってるから野口さんから行こうか。いやでも岡部さんの方がいいんじゃない。なんで初めて遊んだ人の方が。そうだね。俺はいらしいね。スプラトゥーン1も僕やらなかったですし、うんうん、僕ねシューティングゲームが基本的に苦手で、はい、まあ、だけど世界観は結構好きだから、うんまあ、前からやりたいなとは思ってたけど、まあ、なかなかきっかけがなく今回はちょっと、まあ、2、はい、発売ということで、プレイしました、はい、シューティングに弱いならローラーでしょ。ローラーそうだね。多分 ローラーでも気持ちいいですね。気持ちいいローラーと塗っていくの、塗っていくのね、その音が気持ちいい、ね、あれどういう音するの？もう本当にだからペンキを塗ってる音がするな。そう何とも言えないんだけどあとどっぷりとこうなんかこう入って泳ぐ時もなんか本当に気持ちいい音がする。そうドップドップってね、うん、そうそうそう。まあそれはいいんですけど、僕はまずヒーローモードのプレイから入ったんですけど、はい、どっちかというとねこうマルチプレイよりも結構シングルプレイモードが、うん、ちょっとマリオらしい感じのプラットフォーマー要素も多いゲームだというふうに聞いてたので、うん、そこをすごい楽しみにしてたんですけど、結構通りでいろんな仕掛けがあったりとか、はい、ねこうなんていうんですか、こう電線の上にこうグラインドをするとかレールの上に乗ったりするものとか、あるいはこう急にこう移動が速くなったりする、ありますね、なんていうのプラットフォームみたいなものがあったりして、そこが まず楽しいし、あと BGM が気持ちよくてこうなんかビートに乗りながらこうプレイしちゃう感じがいい。あと最後 の、まあ、ワールドのボス、まあ、これ実況プレイでもやったんですけど、そのパン屋のという設定のボスなんですけどはいはいです、ね、そこ の、 発想というか、まあ、このゲーム全体の発想という か考え方がもう本当にすごいクリエイティブで、うんうんうん、そこをまずこうキャラクターデザインを楽しんだりとかしてましたね、うんうん、タコ軍団と戦うじゃないですか、はい、タコもいろんなタイプがいてどれも可愛くて笑っちゃう感じで面白いですね、うんうんうん。でマルチプレイもちょっと参戦ぐらいしたんですけど、そっちは正直言ってまあいや面白いんだろうけど、うんまだ乗れない。まだ乗れないですね。BGM の方には乗れるんですけど、ちょっともう少しでもやってみたいなとは思ってます。なるほど。はい、野口さんどうですか？僕はまあ前作も結構、まあ、ちょっとだけかな、まあ、40時間くらいかな遊んで、はいはい、まあ、今回も引き続き遊んでいて、まあ、普通にやっぱ楽しめてますね、うんうん、主に僕は対戦の方かな、はいはいはい、遊んでて。ヒーローモードはまだやってない。ヒーローモードは一応遊んでて、今ステージ3が4ぐらいまで行ったのか。ステージステータそのワールド3ぐらいのエリア3とかだよね、はいはいはい、うん、そんぐらいまで行って。おじゃ結構行ってる、ね、そうそうそう。だ結構この土日はずっと遊んでましたね、スプラトゥーン。どっちかというとバトルメインとか、ね、そうですね、はいはい、うんうんうん。でも結構勝ててる。
あ、そうなの、意外と勝てててあ、そうなんだ。あの最初スプラマニューバっていう二丁拳銃、あれ使ってた時は、それ新しいんだっけ、新しいです、はいはいはい、あれ使ってた時はそんな勝てなかったんですけど、プロモデラーっていう武器に変えてからすごい成績が良くなっ てプロモデラーで どのタイプの武器ですか。まあ連射系ですね、アサルトライフルみたいな感じ、はい、まあ、違うゲームだけどみたいな連射系で、まあ、ちょっと射程が長めで連射早いみたいなやつなんですけど、まあそれ使ってから順調に勝てるようになった。それは前からあったやつ。前からありましたね。はいはい。なんかそこら辺のバランスはだいぶ変わったみたいで、プロモデラーは前作はそんなに人気はなくて、使ったというふうにらしいですね。はい。はい、でステージってさ、基本その時間帯で決まるわけじゃない？はい。もういろんなステージは遊んでる。まあ今何個あんの？8つ。8つしかない。多分でもまあ8つ全部やってると思います。でそれらは全部完全新ステージなの？いや。前作のも入ってます。そうですね、多分半々で入ってんのかな、まあ、新しいステージ、前作から入ってるやつは、いじってます、一応変わってます。どれくらい変わってんの？まあ基本構造は一緒で、その中にギミック、例えば、ヒーローモードで出てきたあのグラインドレールはあるんだやっぱり、そういった要素が増えてますね。なるほどね、うんうん、でそのほらうちレビュー昨日ですかね、掲載したんですけど、はい、それはもうあの40時間どころか2000時間ぐらいプレイした人がレビューして、その本当にこうまあ新作といっても完全新作といっても過言ではないほどの、まあ進化があるという話です、うんうん、逆にそのまあ比較的それと比べればカジュアルに遊んでる野口さんからしたらどうなんですか、その辺は。僕はまあ正直、まあ、1.8 ぐらい、あとちょっとだけあとちょっとだけです、はい、新作に近い感じ、新作に近い感じですね、なるほど。それこそグラフィックとかも新しいゲームモードも入ってるし、まあ、グラフィックってどんぐらい変わってるの？あのまあパッと見正直変わんないんだ、みんなね気づかないと思うんだけど、はいはいはい、多分インクのなんだろう質感とか、あそこら辺だとライディングもだいぶ変わったし、インクの質感綺麗だよね、うん、なんかそうですね、なんかそ気のせいなのかな、こう結構深いところと浅いところもなんか違いが見えるような気がする。濃さみたいなのあるのかな、濃淡があるかもしれないですね。はい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 、私多分25、30時間ぐらい2番やったんですけど、はいはいはい、だからそこまでないけど、まあ結構やってたっていう感じ、まあ一般で言うと、で僕がこの2入って、その、まあ、まだね製品版やってないんですけど、はい、なんていうかね、こうロビーエリアというかロビーじゃないけど、マッチング中、そのなんだその、広場が、ああ広場、はいはいはい、それはまずまあワンと一緒、うんうん、そしてそこにあるお店も一緒、位置も一緒、音楽も半分ぐらい一緒、まあ、ステージも半分ぐらい一緒、ね、あれなんかレビューでそこがワールドそのなんていうその最初の街が完全に変わったっていうふうにレビューに書いてあった。いやまあ変わってます、変わってます、変わってるけど違う場所だよ、でも一緒、まあコンセプトは一緒だからね、2年後という設定でしょ確か、うんうん、まあそういうところは まずちょっと似てるとこ多すぎると、あの実際プレイするとき、その1で出たこう問題、例えば、うん、マッチとマッチの間武器の装備はできない、あ変えられない、変更できないね、変更できないとか、あのマッチメイキングについて製品版どうですか、こうあの友達とやりたいときとか、うん、こうロビーを作るとか、あそれはだいぶしやすくなりました。その、うん、別に何だっけ、任天堂スイッチオンラインアプリ使わなくても、はいはいはい、ゲーム内でフレンドと合流とかできるから、そこら辺は多分便利になってますから、確か武器くらい変更できるようにしてほしかった、ね、そうだね。この間もマリオカート8はやっとその、まあ、デラックス版で、はい、あのスイッチで出たやつでやっとその試合と試合の間に、うん、キャラクターとかカート変えられるようになったから、その辺は任天堂理解してきたんだなと。アンズもそうじゃん。そうだよね。あそうですね、はい、だからまあね、そのオンラインについてちょっと後から話したいんですけど、いろいろ聞きたいんですけど、まず、まあ、続編レベルなのかって言われて、まあ、マリオカート8ディラックスみたいなもの、私の中で結構あるんですね。そこまで？ディラックスはもう基本同じゲームなんだけど、ディラックスほどじゃないとは思う、もうちょっといってるとは思う、ね、まあ、もうちょっといってると思うんだけど、まあ、あとプラットフォーム変化もちろん、Wii U じゃなくてスイッチになったからそういうところなんですけど、まあでもゲームとしてはまあ大体一緒じゃない、まあ、ね、新しいモードとか入ってきてまして、あ、ね、まあ、基本的になんかもう、まあ、そうか、マリオカートもバトルモードはかなり新しかったんだもんな、マリオカート、まあ、基本コンセプトはずっと一緒ですね。まあ、でもそういうゲームってさ、逆に言えばマリオカートだってさ、その Wii 版 3DS 版、Wii U 版基本的にまあ
同じゲームじゃ同じゲームだよね、まあまあまあ、そこから進化させていったり、まあね、新しい酵素を入れる追加したりとか、うん、でそれはまあそういうものだと多分認識されてると思うから、うんうんうん、スプラトゥーンがそういう風のこう少しずつ進化していくものという認識であれば、まあ、新作なんだろうなという、まあ、多分みんなそこにはそんなに不満は感じてないと思う、うんうんうん、大きくねちょっとがっかりしたところは、ね、音楽、うん、あそうなんですね、1の時ねあの音楽、はい、まあ結構好みに近いもので、ねはいはいはい、結構好きだったんですけど、ね、あとゲームの中でそういうの出てくるの結構おかしいっていうかフレッシュ、うんうん、あのすごく珍しいものだったんですけど全くはない、まあでも 曲数が少なかった、もういつもあの同じ曲ずっと聴いてまして、ちょっと飽きちゃって、ね、何時間かけて飽きちゃう、で今回同じ曲使ってんじゃん、こうあの街の後半が、そう、1分残りこうオリジナル版っていうか前作の曲と今回の新しい曲が一緒に入ってて、どんぐらいのバランスなのかな、そでもなんか前作の方がいい気がする、うん、気持ちいい、多分戦闘なんかマッチング中とかは一緒ですね、そうですね、それも一緒、それ確かもう少し新曲があってもよかったのかな、うん、面白いのが、さこのまずこのポップな世界観と、うんうん、あの音楽スタイルとか、うん、結構さなんかドリームキャストとか思い出すようなゲームだな、昔のセガね、そうだね、あのジェットセトラジャーとか、はいはい、あの頃のああいう雰囲気のゲームだよね、うんうん、そういうのを今任天堂が出してるって面白いなと思って、はい、そしてセガはこけたけど、あの任天堂は大成功まあでもだから女性ではないと思います、ね、だから Wii U 版が出たところ、まあ任天堂ファーストパーティータイトルとしてすごく違うっていうか、ね、うん、そうだね、うん、他の任天堂のファーストパーティーゲームより全然違うもので、そうですね、うん、めっちゃ面白いっていうか、こう、ね、新しいきっかけなんで、だからせっかくあんなにこう面白く新しいもの出したのに、なんで続編で全く一緒なのかっていう、こうまたこう、いや、多分全く一緒じゃない、全く一緒じゃないけど、あの全く同じところたくさん使ってる、もっとリピートじゃないものがもっと、その多分ね、だから要するに結構コアなファンにとっては新作の手応えはあるけど、結構緩くプレイしたい人にとってはパッと見ちょっと一緒じゃんって思っちゃうところが、そこは結構ストリートファイターとか似てるかもしれないね、ストリートファイター4から5とかは普通の人だったらまあそんな変わってないんじゃないの、ちょっとグラフィックスタイル変わったぐらいじゃなくて、ちゃんと遊んでる人はいやでもこの竜のこのタイミングが変わったとかとかね、まあ、だからスプラトゥーン1すごく好きだったんで、別にこう2はあの似てるというのは全然期待じゃないですよ、ね、そう嬉しいっていうか、もうあのゲームもっとやりたいと思ってるんですけど、ただまあもうちょいこう、まあ、続編かどうかというところかな、でもそこはさ、うん、逆に1でもその発売後どん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 無料の追加コンテンツが出てったし、それが今回も出るとするならば、まあ、最終的にはそういうものに膨らんでいくような気がする、じゃあオンラインに関して、はい、まあある程度ね、そのままオンライン友達とプレイできるんですけど、うん、ボイスチャットとか、あとまあさらにこう細かいこう、そうですね、自分のプレイに関しての数字とか見たいのであれば、あの任天堂オンライン、任天堂スイッチオンラインですね、かな、そういう任天堂スイッチオンライン、そう、はい、使えなきゃいけないですね、はいはい、でまあそれはスプラトゥーンだけじゃなくて、任天堂のまあプレイステーションネットワークみたいな、これからの、はい、オンラインプラットフォームなんですけど、はい、まあ基本はね、今はスプラトゥーンしかないですね、はい、今あの基本もともと今年夏、開審の、予定だったものが、はい、ちょっとね来年2018年の、はい、でも逆に開始はしたんだよね、開始はしたけど開始しました無料なの、無料ですね、まだ正式開始ではない、うんうん、だ逆にまあまあ我々としては得だよね、そうですね、得です、今で体験できる気がしますよ、はい、逆にアームズとかマリオカートも対応させればいいのになと思う、まあ、そうですね、じゃないんですかね、分かんないですけど、まあ、するのかな、まあ、ということで、スイッチ の PSN とか Xbox Live と違うところが、はい、スイッチ本体の中でこのアプリ開けるわけはないし、うん、ボイスチャットそのまま本体でできません、うん、スマホアプリ入ってますね、うんうん、でそのスマホアプリが、まあずっとこうバックグラウンドとかじゃなくてずっとこうオンにしなきゃいけないですね、ボイスチャットする場合は、うん、する場合はね、はい、使ってます、実はボイスチャットは使ってないんですけど、スプラトゥーン2のアプリは使って、まあ、アプリは見てます、そのなんか戦績の確認、うん、何勝したとか、あと今そっちは結構便利だと思うんだよ、ね、便利だけどね、ボイスチャットはさておき、うん、ここでさメリットとデメリットがあって、そのゲームキットは別に見れるというのは、うん、例えば試合中の間もさ
こうやって、まあ、ちょっと時間があった時にこうちょっと確認できたりするじゃん、うん、それは普通のやつではできないわけだよね、うん、普通のやつってどれ？だからプレイステーションネットワークとかさ、でも Xbox だったらスナップで似てるようなことできる。それは何、あのそのアプリがあると、あの Xbox の場合はあ、まあ、こう実際その細かいこう操作できるものではないけど、まあ同時で、なんか同じ画面、同じ画面じゃない、ゲームの画面と、あもう一個端っこに違う画面、まあまあ、一つ の, その気軽性はあるのかなって気がする、うんうんうん、こうこっちで見ながら例えば次のマッチが始まるのもあったりとか、ていうか任天堂さんはどんだけデュアルスクリーンが好きなのかっていうかそうだよね PS、3DS、Wii で今回スイッチにないけど、ね、追加 で, そうです、ね、自分の iPhone とかあの iPad とか Android とか使わなきゃ、うん、まあ大きな問題はやっぱこうまあ複数あります、はい、まずは子供ってスマホ持ってるのかっていうところなんですね。あの持ってないでしょっていう、動画にそういうコメントしてる方もいらっしゃいました。なるほどね、なるほど、それはちょっと大きいと思うと、あのスマホをずっと使ってるとしてとにしても、こう同時に例えば電話が入ったとか、はい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 、あの Twitter をかチェックしたいとか、それはもうね、スイッチ専用のスマホを買わないとダメですただあれ、ね、年齢制限ありますからね、13歳以上のアカウントじゃないと使えないっていうことが一応なって、連携が必要なんですか、でもキッズアカウントあります。あ、そっか、はい、キッズアカウント、あの任天堂の、はい、オンラインサービス、はあ、それはどういう扱いになるんですか、13歳以上の人のアカウントで一回つないで中でキッズアカウントに切り替えるとか、あの多分、大人のアカウントから作る、なるほど、と思います、はい、あと、まあ、バッテリーかなり食うらしいですね。ああ、そうみたいですね、うん、愛人本家 の, その、うん、紹介、あのそのアプリの紹介的な記事で、はい、あの1時間ぐらいのプレイで 37% 消えましたみたいな、うん、あのコメントが記事に入ってまして、うん、それはちょっとやばいよなと思うし、食いすぎだよね、まあ、あとね、こうゲームの音声もチャットの音声も両方聞きたい場合どうするっていうところですね。まあ今、現在ホジさんが、出しているこうアダプター的なものが販売されていまして、まあ追加お金かけて解決する問題なのか、まあでもそれにさらに物も増えるしというところが一番気になるのはさ、ボイスチャットやった人いる？あれどうなるの？あのゲームの音あるじゃん、ゲームの音イヤホンで聞いてる場合はどうなるの？それ例えば両方イヤホンで聞きたい場合は、いやだからそういったボイスチャットのゲームとか通しかない、別の端末になっちゃってるからどうしても別々になっちゃうよ、うん、別々になっちゃうってことだよね、はい、だから一つのイヤホンで音も入るしボイスチャットも入るのはないってことだね。理想なんですけど今はできない、それ不可能できる、うん、堀のアダプターだったらできます。だからその堀さんのねアダプター使えばって話だけど、不便ですね。不便だね。そうなんかこうやって遊ぶね。なんかさ、スマホからゲーム音も出るようにできたらいいよね。スマホからゲーム？今はできない。ゲームの音声ですね。そう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 、あ、なるほど。対戦中。そうですね。できない。できないみたいですもんね。不便。そこは不便だよね。うん、それはもうそのイヤホン一個ずつにするのか、音を出すのか。音を出してしまってイヤホンだけつけて。うん、だよね、うんうん、まあね、あの僕の場合さ、主にそういったゲームはね、娘が寝てからあのプレイするんですよ。だから必ずイヤホンヘアホンなんですよ。でもそれはボイスチャットできないな、ニブルさんで。ボイスチャットは静かにできますから、ね。聞くことはできますからね、ボイスチャット。あっちだ、あっち。そうそうそうシュッとか、まあ、ボイスチャットなんであんまり喋らない。喋らない。それ起きちゃうって。ね、でも問題だね、うんうんうん、確実に問題ではある、うんうん、まあね、皆さん使ってるのかね、そうです ね, ね、まだいろいろテストしないといけないものなので、ぜひ皆さんのこう今までの経験とか聞きたいなと、聞きたいですね、はい、思いますね。ところで、あのドラクエまであと4日です。はい、OK、 それは今週遊んだゲームの範囲に入らないすいません、ちょっと言いたくなっちゃいます、はい、次行きましょうか、次のゲーム、はい、野口さん、デスティニー2ベータやってますか？あ、少し遊びましたよ。僕は、キャンペーンの方をちょっと遊んで、はい、まあ、前作ともうすでにかなり違うなと思ったのは、まあ、キャンペーンはちゃんと作ってるなってとこ、そのストーリー性がちゃんとある、でキャラクターもちゃんと立っていて、あの、まあ、本当にイベントとかはあの本当にムービーシーンちゃんと入ってるし、まあ、ベータにしてはすごい豪華だなと思ったので、あの26日までやってるんで、ぜひまだ今日、ね、遊んでない方は深夜までやってると思います。あ、深夜まで。なんかさ、ここ面白いのが、うん、デスティニー2とスプラトゥーン2の共通点が一つ大きいのが、うん、IGN 本家がレビューし直した2
2つのゲームなんだよね。なぜかというと、その最初に出た頃から大いに進化してって、いろんな追加コンテンツが無料で出て、あの最初とはもう本当にもう一回レビューしてもいいくらいのゲームに進化したんですね。そうですね、そこはデスティニーとスプラトゥーンの大きな特徴だと思うので、デスティニーもまたそうやって、まあ、ベータが今出て9月に発売して、はい、そこからどんどんまた変わっていくんだろうね。もう野口さんワンは結構好きだった。ワンは結構遊んでましたね。はい、まあワン遊んでて、まあいろいろ不満もあったけど、でも最終的にいろいろそこら辺は改善されて、で今回2発売されるってなると、まああんまり不安っていうのはないかな。うん、まあ今回ちょっとでもトレハン要素がちょっとなくなっちゃったみたいで。あ、そうなの？あ、なくなってるんです。なんかごっそり固定のものが出てくる。固定ものが出てくるらしくて、なんか敵からあんまりアイテムドロップしない。風な変更にはなってるみたいです、うん、あそこはちょっと気になるな。うん、だから今回主に、まあ、スプラトゥーン2の話に近いんですけど、なんていうこうゲームのシステムとか、はい、大きい変化というよりは細かい変更、うん、細かい変更がたくさん多いと思います。あって、うんうん、コアゲーマーが一番気づくっていうところだと思う、はいはいはい、似てるですね。ただし違うところが、うん、まあデスティニー1にある世界をデスティニー2で壊すというストーリーじゃないですか。そうですね、そうなんです。だから、うん、スプラトゥーン2もね壊してほしかった完全に新舞台で、新しい舞台で、うん、なるほど、はいはいはい、どれがやったのそれ。まあでもまだ5時間ぐらいか。なんかさ今回 の、 そのプレイヤーのベースみたいなところが結構なんか充実してるっていう話だったけど、はい、そこも体験できるの。そこはまだ体験してないな。てか今回のベータ、あのデスティニー1のベータ結構ねたくさんできたんですよ、うん、あのいろんなプレイが入ってまして、まあちょっとなんかやりすぎじゃないという意見結構あったしまあ実際あの本編買ってプレイすれば、まあ最初の5時間ぐらいも、あの5時間じゃない、もうあの結構複数の、はい、いろんな子までやり直さなきゃいけないとかそういう声があったんですけど、今回はどっちかというとこうあんまりコンテンツそんなにたくさんなくて、ね、まあ味わいっていうコンパクトに、うんうんうん、なってるから、はい、うんうんうん、OK、はい、じゃあ他にやってるゲームってありますでしょうか、はい、千葉さん。はい、僕あります。クイズ出します。お、2D プラットフォームみたいなゲームで、はい、ずっと右に進んでいって、違います、マリオ進んでいってストーリーも勝手に進んでいく、でも見た目は 3D っぽいゲーム。4日後に発売されるあれですか。何ですか。ハンドラクエ 2D 横スクですよ。横スク、横スクじゃないでしょ。ドラクエはパンデモニア。全然聞いてない PS1 の答え言っちゃいますよ。答え言っちゃいます。分かんない、ブラックザフォールというゲーム、ずっとここで見えてました僕。ブラックザフォールっていうまあこれインサイドに近いでしょって言いたかったんです。それ本当はね、あ、それね、あ、インサイド、あ、なるほど、確かに。これなちょっと教えてどんな、これ、ルーマニアのデベロッパー開発していた、まあ、そうインサイド、インサイドみたいなゲームです、うんうんうん、まあ、はっきり言ってしまう、はいはいはい、スクエアエニックスさんが支援してらしいですね。スクエア、コレクティブ、はいはいはい、出しているタイトルで、共産主義社会を舞台にした、その横スクロール型のパズルプラットフォームですね。リンボとかと同じように、はい、無言ですか。もう、セリフとかないです。ない、うん、ずっとその 見るだけですね、うん、でもともと開発最初してた頃はこれ4年くらい前なんですけど、はい、最初リンボなんですよ見た目。へえ、もともと、はい、もともとで開発が続くうちにインサイドになってるんですちょっと面白いなで実際のプレイはというとこれまた本当インサイドなんですね実際に。そうなんだ。でもなんかそんな荒くはないです。結構ちゃんとできてる、うんうんうん、プレイしててさ逆にリンボとインサイドの違いは何。リンボとインサイドですか、はい、リンボとインサイドの違いはなんだろうな。プレイしててその世界観はリンボはもう物語がもっとふわっとしてます、ね、あ、なるほど。インサイドはわりかしもう少しはっきりして、はい、ね、まあ、普通のゲームに比べたらはっきりしてない。で実際すごいまあこう真似てる感じはするけど、あの結構そのしっかりはできてる、はい、そのブラックザフォール。ブラックザフォールに関しては、うん、そうですね、まあ、似てる部分もかなりありつつ、言われなかったらあ新作出しちゃうんだぐらいの感じだと思う本当に。てかトレーラーとかも似てるんで、見た目がまず似てるんで。品質もそれぐらい似てる。品質もかなり、まあ、比べると荒いです。比べたらです。でも基本的なクオリティ自体は高いですね。もうクリアしました。クリアしました、うん、まあ、そんなに長くない3時間くらいかな。Steam でやってるんですか。はい、 PC 版をプレイしていました。他に出てるんですか。コンソール PS で出したのかな。出してないか、うん、千葉さんインサイドとかは当然やってる。インサイドもリンボも、はい、プレイしてます。あの日本版あります。ブラックザフォール、ブラックザフォール、
だからセリフはないんです、ね、セリフなくて、インターフェースだけですね。なるほど、まあ、タイトル画面のは始めるみたいな、はいはい、で必要ないぐらい、そこら辺のテキストだけはまあ一応日本語にはなってます、うんうん、なってるんだ、なってます。じゃあ、じゃあレビューするんですか。レビュー、そうですね、何かしらそのまあ比べたりして出したいなと思います、記事を。なるほど、結末気になるな。あのそうそう言っちゃダメなやつ、リンボとか、じゃリンボとかインサイドって結末すごいふわっとしてないですか。あ、そうですね、あそこまでふわっとしてないです。ふわっとしてた、ふわっとしてたの、2つともふわっとしてるの、ふわっとしてると思います。そうなの、俺あこういうことだったんだってなんかね納得いかなかったんで、ね、あそうなの、うん、まああれは、うん、俺も好み分かるかな。リンボってさもう10年近く前出たからもう言っていいでしょ、うんうん、あれ最後さ、はい、もう要するに元に戻るループしてるわけだよね。はい、それって何がふわっとしてよくわからない。なんだこれ、なんだったのってなっちゃうじゃん。もう一回やる。どういうことだ。すごい切ないじゃん。まあ、だから逆に言えば考察しがいがあるっていうことだと思うんですけど。まあ、ああそうですね。ブラックザホールはもう少しはっきりしたエンドがあります。なるほど。で彼らが持ってるバックグラウンド、ルーマニアっていう、うんうん、まあ、彼らの持ってるバックグラウンドっていうものが描かれてるっていうふうに考えてください。面白そう、おすすめですね、はい、タイトルはね Black the Fall って英語だと無意味なんですね。すごい気になります。 Black the Fall どういう意味になっちゃうんですか、ね、あの黒く落ちていく The が真ん中にあるのは珍しいよね、うん、タイトルには Black っていう人の名前なんだ。ブラックの名前または The Fall というあのイギリスのバンドがあるんですけど、はい、それ関係ないと黒人版の The Fall、ブラック聞いてるな昔ねマミザピープショーというバンドがあったんです、ね、日本のバンドなんですけど、うん、バンクバンド、うん、マミザピープショーなぜその名前選んだのと聞かれた時に、うん、あのザが真ん中にあるバンド名ないからしたかっただけです、かわいい、面白い、そういうあれかもしれない、ドラゴンザクエストないし、まあ、ザブラックソウルあるかもしれない。そんなところですね。僕はじゃあ僕行こうか、はい、私レイトンミステリージャーニーカトリエールと大富豪の陰謀、おーできました、うん、やっ見てたどうやって長いタイトルですかね、はい、まあレイトン新作やってます、はい、はい、3DS ですか、そのスマホで 3DS やってますね、はい、ちなみに海外でもねあの同時発売になったんですけど、なぜか日本語版にやってます、はい、なぜでしょう、ね、勉強も兼ねてまあね、こちらもレイトンシリーズだいたいフォーマット決まってるっていうかね、まあ、だから、うん、まあね、まあとにかく謎を解けましょうっていうところなんですけど、うんうん、まあその周りストーリーもあるんですけど、ストーリーとその謎にあんまり、ね、あの関係はそんなにないっていう感じだから、基本ストーリーをスキップしています。あのなんとなくちょっとだけ見てるんですけどあのどっちかっていうと謎を解けたいって思って、はいはいはい、あの結構喋るしね、だからまあ、うん、ダニアさんとしてはもうストーリーなくその謎集だけでも良かったという、そうですね、はい、あの基本元のやつも結構ストーリーをスキップしたら、そうなんだ、してたんですけど謎はじゃあ楽しみにしてる。あの私ねゲームなんですけどほとんどの場合ストーリーいらんっていうタイプなんですね。そうだ、子供の頃ってさ結構ねこうアーケード用のゲーム、うん、でもアクションゲームとかよくやってます。ダブルドラゴンとかすごい複雑なストーリーだったじゃないですか。そんなにそうなんだ、ストーリーそんなわけない求めてましたすごい、なんか途中でいろいろ急展開、ね、ハートランにもストーリーない、スペースハリアにもストーリーない、フラッシュバックあるんだ、まあほとんどねあの若い頃こう、うん、アーケードキーンのようなやつは少なめです、ね、でもトリコとかみたいなゲーム好きなわけですもちろん、もちろん、うん、だから、完全に全て嫌いってそういうのはないんですけど、うん、どっちかっていうと、まあ、ゲームプレイが好きなので、はいはい、で、うん、あのそのストーリーとゲームプレイにすごい強い連携があればもちろん全てのストーリー見たいんだけど、連携がまあレートみたいなゲームだったら連携ないんだったらまあいいやと、それは分かるよ。例えば、逆転裁判だったら、はい、ストーリーちゃんと見ないとまあできない、そうですよね、分かんないよね、はい、こうだからプレイできないそもそも、はい、でレートもそんなもんじゃなくて、うん、なんとなくプレイできるからで、そこは分かる、それは確かにそうだと思う、うん、でまあ今回の謎がまあ今まで開発してたあのタコさん、ありがとうございます、はい、いなくなってしまったの で、あの今回新しい主題者が別の方になってます、なるほど、はい、そうなので、まあ、どのぐらい変わるのかなと思ってたんですけど、うん、まあ実際大体同じような、言われなきゃ分かんない、言われなきゃ分かんないかもしれないですね、うん、そこまでもまだそこまでプレイしてないんですけど、はい、
まだ、謎10問ぐらいまで行ってるんですけど、うんうん、あの結構ね、もう本当にこれ無理やと思うものと、まあなんとなくそんなに難しくないものも、ま、うん、混ざってるんですけど、あの、まあ、数字系のものはやっぱり結構難しい。数字、難しいね。レイトもともとそれ結構難しい、ね。あれってパスできるんですか？うん、基本全部クリアしてから、ね、スキップできるよね。できます。できるんだ。後で溶かすっていうのは、なるほど。じゃあさ、いいことは、ストーリースキップしてパズル全部後で解くにしたら、何がしたいんだ？風景。それはちょっとあれなんです。いや、僕は最速クリア、今まで一個だけこう全然あの解けない。てか問題自体意味が分かんないところがある。それはまあ日本語の言語の問題もあるけど、はい、それじゃないと思う。じゃなくて、あの実際そのは本当にその問題の、なるほど、あの何も得しもないと、単純に分かんないっていうのがあるんですけど、まああんまり言わないけど、うん、それ以外はまあなんとなく。今回なんか娘さんがまあストーリースキップしてるって話でしたけど娘さんが主人公で、あ、そうですね、世界観はどうですか？世界観は、まあでも大体一緒っていうか、今回のロンドンが舞台になってるんですけど、私ロンドン子なんですけど、あ、そうです、ね、私が忠実に再現されて僕が育ったロンドンには全然見えません見えてない、まあ、どっちかというとパリっぽいやな。パリっぽい、そうなんだ。なぜかというとこう見せ方がすごくなんか優しいというか柔らかい、ロマンチックは柔らかくない、ロマンチックなロンドン。まあどっちかというとね、今回ちょっと女性向けの味結構あるんですけどね。確かにそんな気がしますね。だからバレてやれやいいのに、ね、だけどロンドンはね、そのロマンチックの街じゃないです、残念ながら。危ない街だからリアルな話がどっちかというと、うん、だからまあ、あのビッグベンとか行ったりするんですけど、はい、これはビューベンなのかって。まあでもあのイギリス人が言ってるぞ。パズル自体は全然楽しめると思う、あの楽しくやってます。はいはい、はい、ちょっとだけヘイピクミンの話していいですか？先週しなかったし、そんな長くはしませんけど、あのデビュー昨日かな、はい、掲載できましたが、まあピクミンは僕すごいシリーズとしては好きで、まあ、そういう意味で今回横スクロールになって、どうなんだろうと思っていましたが、簡単に言うと、世界観という意味では音楽とかグラフィックとかでは 2D になっても、はい、本当にピクミンを遊んでる感じがするんだけれども、ゲームプレイという意味では全くピクミンらしさがないのかというとあるんだけど、ちょっとやや足りないかなという印象ですね。結構やっぱそのピクミン その特徴って同時進行でいろんなタイプのピクミンにいろんなタスクをさせて、はいはい、それで効率よく動くというのがピクミンならではの面白みなんだけど、やっぱ 2D となるとさ、やっぱこうまっすぐ進んで目の前に現れるものとのイントラクションになっちゃうから、そこでいろんなことを同時進行でやるというのはまずなくて、だから基本的にその目の前にある謎を解くという感じになっちゃうから、基本的にワンタイプのピクミンを使ってやるから、やっぱそのいろんなタイプ、複数 その水ピクミンだとか羽ピクミンとかでこう使い分けてやるというよりは、あ、ここは羽ピクミンだなで進む、なるほど、でこのあ、ここは水ピクミンだな、それはある程度進めたら増えるとかそういうもないの？後半はもう少し増えるけど、やっぱその横スクロールでそれは限界がある、まあ、そこまでできないんですけど、やっぱどうにか2画面でやるとかですね。そう、うん、だからそう単純にあの横スクロールのゲームとして見たら、まあ質はいい方だと思いますけど、うん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 、逆にそのピクミンならではが生かしきれない状態では他のユニークさがそこまでないから、なるほど、まあ普通のそれなりによくできた横スクロールという感じで終わっちゃうのがちょっと残念だな。ピクミンの入り口としてはどうですか？だからこれから、まあ、4とかが出た時に、いやー、ピクミンの入り口としては離れすぎていた。あとね、広場という機能があって、そこでいろんなあのタイプのピクミンが集まってそこでちょっとその、まあ、元の 3D ピクミンらしいミニゲームがあるんですけど、多分10倍か出なきゃ100倍くらい単純化されてて、そうなんだ。ここで、まあ、ちゃんとピクミンらしいゲームをやりたい人にとっては逆にムッとさせられるし、なるほど、導入としても、導入になってないような気がするから、世界観への導入としては、でも世界観という意味でも、まあ、できてるっちゃピクミンらしいけど、3とかの方が全然そのやっぱこう本当にこう360度に広がるピクミンワールドを見る方がやっぱり、はいはいはい、魅力的だと思いますね。悪いゲームでは決してないですけどね、うんうんうん、はい、そんな感じですか、ね、3D の知ってると、うん、まあ、ちょっと残念、はいはい、じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、はい、
今週のテーマは、夏休みとゲームということですね、はいはい、夏休みとゲームか、まあ、ふわっとしたあの、うんうんうん、テーマタイトルなんですけど、はいね、何について話そうか、ね、夏休み始まった方多いと思います。今井さんがそれを提案して帰ってったから今井さんがいない本当にひどいやついないさん、ね、いないさん、まあこれから夏休みが、ねはい、開催すると思うんですけど、はい、僕らはないですけどね、うん、僕らはないんですけどね、社会人はなんだけどまあ、基本時間がいっぱいあるときにどういったゲームをやるのか、はいはい、今までそういったこういい思い出とかあるのか、はいはいはい、そういった話になるかなと思うんですけど、じゃあ比べからキックオフしよう。マジか、はい、僕ねまず思い出からいくと、僕はまあオランダで生まれ育って、で あんまりね僕の学校って暇だったんですよ。あの小学校とか宿題一回もしたことないです。一回もない。作画ってことじゃなくて、いやないです。与えられたことないです。そうなんだ。中学校になって初めて宿題しました。夏休みもないです。だから普段から、ね、イギリスもない。そうなんだ。でも普段夏休み夏休みずっといつも通りで行く。はい、夏がないじゃない。夏休み以外はあるの？何歳からあったっけ？まあでも、うん、そんな、うん、そう小学生ぐらいの時は基本ないんですか？ない。そうないかもしれない。だから普段暇なんで、なるほど。別に夏休みじゃなくてもずっとゲームしてます。なるほど。逆に夏休みになるとね、結構親は旅行好きであちこちに連れて行かれるので、くそ夏休みにゲームできないじゃないか。なるほど。逆のパターンだ。ですごい記憶にあるのが、その親父となんかアメリカ行って、はい、そのドライブ旅行をしたんですよ、うん、でもゲームボーイアドバンス持ってって、あずっとゲームボーイアドバンスやってて、お前景色見ろ、そう綺麗なんだからって、ね、言われたことありますね。それで、まあ、景色見るじゃないですか、はい、30分ぐらい経つと、ねえお父さんって何景色まだ綺麗ですかって聞いちゃう怒られちゃうそんな思い出ぐらいしかないですかねそう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 、まあ、でも僕も、まあ世代は若干違うというかね、僕は、ゲームギア、まあねうん、姉ちゃんがゲームボーイ、僕がゲームギア持ってたんですけど、はいはい、やっぱそういったこう長いこう、まあ、旅行行くとき長く車の中でゲームがプレイできるのは、はいはい、立派なことじゃない？いや、素晴らしかったね。そのゲームボーイが出るまでなかったわけ、まあ、なかったわけね、こうゲームアンドウォッチとかあったんですけど。あったの？向こうにイギリスにもゲームアンドウォッチもあったんだ、もちろんゲームアンドウォッチも大好きだったんですけど、まあでもどこでもちゃんとしたまあ、リッチなゲーム、しかもカセットが入れ替えたりもできるような、はい、ゲーム機がやっと出てきたのはすごいいいことだったな、はい、特にでそれが初めてこう出てきたことも記憶にあるわけですか？そうですね、特にゲームギアってかなりバッテリーをすごく食うんですよ、はい、だからそうなんだ長いこうカラーだったからね、あ車の移動でエコーザドルフィンとかやったの覚えてるな。6本炭酸電池炭酸6本使うんだ。炭酸単尿の6本。すごいですね。でそれがなんだ1時間2時間ぐらい。それは早い。遊べない。そうなんだ。なんですけど、うん、まあね、いい記憶いっぱいありますね。はい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 、ゲームギア用のこうケース買ったり。なんでケースこんなに高いんだろう。ただのプラスチックなのにみたいな。だけどね、それはめっちゃ立派なこう夏休みの思い出なんだ。なるほどね。で僕覚えてますよ、多分中学生ぐらいの時にギリシャに旅行行ったんですよ。その時は、多分ゲームボーイアドバンスがちょうど出てきて間もない頃で、はい、でまあ家には64とか、はいはいはい、ゲームキューブギリギリプレステ2、あドリームキャストあったのかな、うん、もうドリームキャストあったと思う。だからそのゲームボーイアドバンスすごいなと思ったけど、まだ家には 3D のゲームがある。でゲームアドバンスは 2D の、まあ、スーパーファミコンぐらいの品質、ねうん、思ったよ。もしかしたらいつの日か外で 3D のゲームが遊べるのかもしれない。そう思った時すっげえ興奮したのを覚えてる、うん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 、その時ちゃんとコピーライトで作っちゃうよ、ね、いや別に多分発想自体はそんな素晴らしいはずでもそう思うと今すごいよね、あのゼルダのゲーム外で遊べちゃうわけだから、スマートフォンもめちゃくちゃハイパワー。そうですね、うん、ありえない時代になってきましたね、うんうんうん、あともう一つはね、やっぱこうその旅行行ってその向こうにある源泉とかホテルの中にあるこうゲームを探すのはね、あった、あった。うちのオランダにはどんどん知らないですけどゲーセンがなくて、
で旅行行くとゲーセンがあったりするんで、もうその旅行先選ぶときにまずはゲーセンがその国にあるかどうか。すごいな。大事。大事です、ね。大事なんだ。そうなんです、ね。あるないにね、だいぶ違うよね。そう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 。まあ最近のさ、日本の、旅館とか結構まあ出たりはするんですよ。うんうん、こうちょっと大きめの旅館とかあるんですけど、はいはいはい、あの海外でね、ホテルにそんなにねあるとこそんなにたくさんなかったので、ね、あとは本当超ラッキーだったんで、はいはい。なるほど。私一つ、うん、イスラエル。で12、3歳ぐらいの頃もう家族で旅行いたんですけど、その中で結構いろいろあるゲーセンがあって、なんだ92、3年かな、だからまあ結構古いこう 2D 用のゲームがほとんどだったんですけど、その中でめっちゃ可愛いイスラエル人の女の子と出会っていいな、一緒にゲームやったりしていい、それでこうプチ恋がいいですね。いい思い出だ。その人は今どうしてるんですか。ね、知りたいね。ちょっとコメント見てたらコメントで、ダニエルさん私も忘れてないよ。イスラエルだからね。わかんないよね。なるほど。じゃあちょっと逆に日本人視点から夏、あ、僕ですか。道場さんか野口さんか。どうですか。僕はそうです、夏休みやっぱすごいゲームをする期間っていう風に認識してます。でもずっとそうでしたね。僕はあんまり家族ともその旅行も行かないんで、基本的に家の中いるっていうなると、もう僕の世代だとモンハンとか。マジ子供の頃。若っ。若っ。ちょっと中3とか中2の頃、ね、俺日本来てからすげえモンハンバックやってたり、ね、中何中2か中3とか多分初代あたりですね。でもう僕の映画集会場みたいなみんな呼んで遊ぼうって、まあ、あとはそうですね、そういったゲームとか、あとはホラーゲーム結構好きで、その頃とか、はいはいはい、サイレンとか、ね、あとゼロとか。そうか、サイレンはね夏休みに合うような、なんか合いそうな気はしますね、まあ、ホラー系はね、やっぱり 夏休みにやりたい、うん、暑い中でこう冷たいこう空気を、ね、そうですね。それはスーパーマリオサンシャインをクーラーのよく効いた部屋でやるべきだ。ああいいですね、サンシャイン。そうそうそうですね、夏、うん、まあそんなもんかな、うん、あっさりしてるあんま覚えてないんですよ。千葉さんどんなんですか。僕あんま記憶ないな、その若い頃っていう小さい頃の。小さい頃ゲームはめっちゃやってました。普通にやってましたけど、夏休みだからどう、まあ、めっちゃできるっていう気持ちは当然ありましたよね。これは多分、うんうんうん、日本のその夏休みの子供たちはまあなってると思うんですけど、はいはいはい、だからといってどうこう、これをめっちゃプレイしたとかっていうのはないですか、うん、全然気を、やっぱ RPG とかやったんですかねやったんですか覚えてない。千葉さん少し後になるとやっぱホラーをやってた。あ、もう少し年齢上がってからですね、なるほど。ゼロとか、はいはいはい、まあ、ゼロはぜひ夏なり何なりやってほしい、やってほしいですね。シリーズでは面白いです、うんうんうん、暗いかな、ちっちゃい頃はあんま記憶にないですね。ああそうですか、忘れちゃった。逆に今すごいたっぷり時間取れるってなった時、なんかゲームやろうとか思います。今ならストラテジーとか、まあ、例えばこの間から XCOM やってるんですけど、うん、ああいうちょっと時間かかってじっくりやるようなゲームをやりたいかなっていうのは、シビライゼーションとかでもいいですけど、うん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 、あ、シビライゼーションね、なんか、うん、か対戦ゲームとかですか。もうめちゃくちゃ夏終わっても続きそうだよね。夏終わっても続きそう夏その期間決めてやるときはさ、ちゃんとこうどっぷりハマれて、うん、終わりのあるゲームにしなきゃダメなんです。引きずっちゃいますよ。時間でも切るしかないです。夏が終わったから俺もうエクスコも終わり。僕大学生の頃は結構ガチで空手をやってて、はいはい、でその普段本当にもう練習が忙しいからゲームなんて本当にしなかったんですよ、うん、ずっと、うんうん、でだけど夏休みは確か道場が休みなので6日間ぐらいあるんです。その間は選手用のトックトレイみたいなのが朝だけあって、で朝本当にもう死に物狂いで練習して、うん、もうほとんど歩けない状態で帰ってきて横になりながらドラクエ5遊んですごいいい思い出あ、充実してますね。そうめっちゃ楽しかった。すげえ充実してる。あ、幸せと思います確かに RPG ね、私こう忙しくて RPG やり好きなんだけど、はい、全然やる余裕なくて、急にじゃあ仕事でも夏休みですと言われたら、はいはいはい、多分、うん、RPG を RPG やろうかな、うん、RPG のいいところはやっぱりそのすごいこう夢中になれて時間を忘れてできてたけど、うん、ちゃんと現実世界に返してくれる、ね、あ、終わりが来ればそうですね。そうですかね、うんうん、
逆にさ、うん、あの夏こう雰囲気的に夏にプレイしたいゲーム、その暑い時に、まあ、暑い時、ね、まあ、夏っぽいゲーム、夏っぽいゲーム、まず、夏ゲーについてね、あのこの間記事を掲載したんですけど、はい、まずぜひね皆さんチェックしてほしいんですけど、そう、 IGN はあの夏ゲー一押しなんで、あの編集部のメンバーみんなゲーム1本選んで、はい、これはザ夏ゲームみたいな、うん、選びました、うん、でそれぞれ選んだやつについてちょっと話して、じゃあ、うん、僕から、僕ダブルキャストっていう初代プレイステーションで出た、ゲームですね、はい、フルアニメーションフルボイスの、アドベンチャーです、はいはいはい、選択肢を選んで、まあ、物語が展開していくっていう、はいはいはい、イニシエのしかもその展開がちょっとやばいですよね、まあ、ちょっとミステリーテイストであの主人公は大学生なんですけど大学生で映画研究会みたいなところに所属してて、はいはい、映画を撮影しましょうって話になるんですけど、その映画は実は前撮影しようとしたら自殺者が出たっていう怖い映画なんですね。で実際にその映画を撮影してみようとしたら怖いことが起きていくっていう、まあちょっとミステリーホラーみたいな感じの A ゲームです。怖い怖いっす。季節夏とか、ま、季節も夏です。マジでだからザ・肝試しだよ。だからこう避暑地みたいなところでしょ、そろそろ避暑地みたいな別荘があって、そこにみんなで行ってもう肝試し、ただお化けとかではないです。出ない。基本的にはまあリアル系の怖いです。いや面白そうじゃんそれ。面白いですよ、ね、もちろんおすすめしているので、はい、今ならビータでプレイできます。あ、そうなんだ、はい、アーカイブです、ね、アーカイブで。そのアドベンチャーゲームってことは基本は本当にテキストアドベンチャーって感じ。まあ、あとフルボイスなんで基本はセリフ出る。まあまあそうだけど、あの、まあ、押して流していくだけ。アクション要素はない。アクション要素はない。歩いたりはない、はい、どれぐらい長いですか。そんな長くないと思うんだよな。多分ちょっと忘れちゃう。多分 4,5 時間どれくらい。あ、まあ、10時間とか20時間とかってタイプではないです、うん、本当にあの夏休み短い人でもどうぞ。ちなみにこれ、やるドラシリーズっていう名前なんですけど、見るドラマからやるドラマ。ああ、なるほど。ああ、そういうことか。はい、式に応じて4作出てます。夏休みのダブルキャスト。他にも3個あります。へえ、はい、おすすめですね。面白そう。はい。はい、という感じです。じゃあダニエルさん、ああ、そのさん僕いきます、うん、僕はまあ多分似たようなジャンルというかホラーでサイレンあげました。はい、初代サイレンですね。プレイステーション2で出てます。あれが面白いのはまず設定と世界観、あと群像劇ってところがすごい面白いです、ね、結構あのプレイヤーが操作するキャラがコロコロ変わるんです。変わるんだ。めっちゃで違うキャラクターの視点からここがどう進んでいたのかで、また最終的にいろんなキャラクターがつながって協力関係を結んでいったり、そういうところは結構面白いですね。ホラー自体も怖いんですけど、はいはいはい、結構その群像劇のストーリーに注目してほしいなって。結構キャラクターも魅力的。そうです、キャラクター魅力的ですね。顔がね、顔がね、なんだろうあれ、死者取り込みみたいな。あ、そうなんか顔写真を撮ってそれをなんか適切にちゃんと表情動くの、すごい、はい、すごい動きますね。なんかちょっと今見てもちょっと気持ち悪い。気持ち悪いんですよ。ちょっとリアルなんですよ、ね、なんかあれがさ、グラビティデイズと同じ人が作ったとはとても思えない。まあそれは最近知りましたけど、まさかの怖い、ね、あれもアーカイブ出てんのかどうなんだろうな。多分出てるんじゃない、うん、プレステ2だけ初代は、うん、2だね、はいはい、あれは1と2があるのか、ね、2まで出てます、うん、一応ちゃんとした続編で2で綺麗に完結するんで、どっちもおすすめです。ふむふむ、はい、で僕いいですか。僕フォーエバーブルー海の呼び声という、あ、はいはいはい、まあ本当にちょっと、うん、お前想像力ないんじゃないぐらいっていう、本当に本当にザ夏ゲーなんですよ。そっちが直接のやつなんですけど、スキューバダイビングゲームですね、はい、で僕結構ね、あの前も言ってたと思うんですけど、バイオレンスの全くないゲームが好きで、はいはいはい、結構そういうゲーム少ないからバイオレンスのあるゲームやるんだけど、うん、本当にそのダイビングが目的の純粋なゲームで、うん、1は結構ねすごい売れたんですけど、うん、あの2がねあらゆる面でこう進化していて、うん、なのに結構それやってない人が多くて、うん、何が面白いのかってまず、いろんなところで潜れるんですよ、うん、もちろんあの太平洋は行けるんですけど、あの南米のさ、川とかピラニアが出てくるところも行ければ、逆にまあ、夏じゃなくなっちゃいますけど、あの北東行ったりとか、そういろんなところで泳げて、でしかもその自分の拠点となる島を自由に歩けたりとか、うん、あるいは日本にある水族館でその自分のその
好きなように魚とかサンゴとかを自分の水族館みたいな水族館が作れたりとか、あとは、イルカと一緒に泳いだり、クジラと一緒に泳いだり、いろんな魚に餌をやったり、うんうんうん、ですごい楽しいんですけど、うん、その上に結構ストーリーもちゃんと作ってるんです。結構濃厚なミステリアスなストーリーで、そうそうで結構その沈没船の中に入ってこうサメに追われながら宝物、うんうんうん、宝箱を探したりとか、はい、遺跡を発見したりとか、うんうんうん、すごいね魅力の詰まったタイトルなので、で音楽もすごい神々しくて本当にこれはやってほしいタイトル。プラットフォーム何でしたっけ。プラットフォームは Wii ですね。はい、で残念ながら、モーションコントロール必須。ああそうなんだ。でもまあまあ別に動くんで、うん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 、そう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 。これでも結構ね2は1ほど売れてないっつってもミリオンセラーに近いところまで行ってるんですよ。すごいですね。スキューバダイビングゲームにしては相当売れてるんですよあのシリーズ。そうですよ。そうだないですよね。そもそもスキューバダイビングゲーム。アクアノートとかあったけど、うんうん、はいはいはい、だからスイッチとかで新作もう少し綺麗なグラフィックでやりてー。それこそそうなったらアブズ。アブズそうだね。行くのかな。そうそう、うんうん、アブズもいいね。うんうん、アブズ結局やりたくてやってないんだよ、ね。そうそうそう。アブズとかもいいよね。はい。ザタネさん。うん、まあ僕もねこう直接的なものをいろいろ考えてたんですね。はい、カリフォルニアゲームズ。カリフォルニアゲーム。実際そのままカリフォルニアでやるこうスポーツ系のゲームズだからオリンピックゲームズのゲームズなんですけど、サーフィングとか、はいはいはい、そういう系のプレイとか、あとアウトランはねそのまま、あいいね、アウトランでプレイするのいい、確かに。だけどまあスイッチはね、任天堂スイッチはどこでも遊べるっていうのは、まあすごく夏にこう完璧に合うというか、公園に行ってプレイするのもできるし楽しいし、でスイッチのゲームじゃあ何を選ぶのかと考えていろいろあって、まあもちろんスプラトゥーンはねこう夏のど真ん中に出るし、ただし私アームズを選んだ。なぜかというとアームズの世界観も超なんか夏っていうか、ちょうどまあ去年のリオゲームズ、リオのオリンピックゲームズあったんですけど、まあのアームズがすごくなんかリオ風の、そうですね、なんかサウンドもそんな感じですね。そう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 、サウンドがそうなんで、本当にそうなんですね、合宿って感じがする。考えればね、そのまあリオゲームズがこうやってる、行ってながら、彼らがこう開発してたんじゃないですか、うんうんうん、一番こう一気の開発期間がそのぐらいだったかもしれないです、ね、あなるほど。だからすごくそのなんか世界観というかにその影響が感じるし、まあほとんどの全てじゃないけどほとんどのステージも外だし、まあね、ちょっとバレーボールっぽいところもあるし、まあ丸々ね、まあでも音楽からそうですね、舞台まで、舞台まで丸々こう夏っぽいっていう気持ちがあって、雪ステージとかはないですか。雪ないんじゃない？雪ない。あんのかな？ないと思う。ないですか？なんとも言えないけど。であと、ちなみにオンラインゲームなんですけど、まあ僕は結構ソフトで iPhone のテザリングで、いけるの？プレイして問題なく。問題ないんだ。スパチンもそうでしたが、このままもダニエルさんそれ言ったらコメントで皆さん怒ってた。怒ってたけど、ね。私の経験ではほとんど問題なく。そうなんだ。相手から見たら問題あるかもしれない。多分で、まあ、それはありえる。ダイヤさんの携帯早いかもしれないですね。特殊なやつ。普通に普通にソフトバンクのね、20ギガプラン入ってるんですけど、まあ LT、まあもちろん場所とかによるんですね、その電波とかにはよるんです、うんうんうん、はい。地下鉄はちょっとあれなんですけど、まあね、無理でしょうね。無理ではないけど場合によって。トンネルに入るときはちょっと諦めると。または、この間ね、やらないでほしいとか。ちょっと埼玉のちょっと離れてるとこまで行って、そこではあんまりうまくね外でスパチンできなかった。できなかった。すごいです。だから本当にこう、まあ、場所によると思いますが、東京の真ん中であれば問題なく、ないかと、問題なく、まあ、プレイできる場合もある。逆に海では難しいかもしれないですね。まあ、海は難しいかもしれない。海でさ、砂浜でこうやってアームズで。だから、これちょっと熱々でね。砂豆で。まあ、公園行って、ハンモックとかをね、つけて、こう、横になって、プレイしたいな。そこ、ちゃんとやんないの、そこ。じゃあ、ハンモック。でこう家でやってるなぜ外力士、はい、でも今の子供たちいいよね。結構若い頃さ、子供の頃あんたたちたまには外に行きなさいって言われるじゃん。あ今だと分かったっつってスイッチ持ってくよ、ね、持ってきますよね。それでみんな 3DS 持ってない子供いますもんね、公園とかで、うんうんうん、
そうですね。俺あのマンションでさ、外行きなさいって言われた時いつもベランダこう往復する、はいはいはい、ベランダでこうやって何往復かして、はいこれで外行ったでしょって言って中に戻ってまったわけ。子供みたい。子供だもんね。まあということで皆さんね、はい、今までその夏休みの思い出とかゲーミングの思い出とか、うん、まあ今年の夏休みでやりたいと思ってるゲームとかについてぜひぜひ教えてください ね, あるもんね、はい、4日後にあれが、あ、4日後に何それ、ドラクエ、あ、確かに夏休み控えてる、ね、ドラクエ来るからね、みんなドラクエ3できる、ドラクエや、うん、でもさ基本ないい、ね、夏休みってさ8月で終わるよね、8月になっちゃう、8月末じゃない、なんで29日に出すんやって話だよね、いや8月末ですよまでだっけ、うん、あれ、そうです、あれ1月ちょ、夏休みが8月末まで、うん、あ、そうだっけ、だから1ヶ月くらいあるんですよ、うん、夏休み、だからもうガンガンできますよ、あれあれ俺7月だ、7月末までじゃないですよ、1ヶ月くらいあります、結構ある、こんな結構あるから、そっか、そうだった、そうそう、イギリスはね2ヶ月、あ、そんなあるんだ、2ヶ月半、大学生みたい、そう、大学生ですね、すごい、うちの娘も今ねちょうど2ヶ月の休み入ってます、ほら僕もずっとそうだった、じゃあ娘さんもドラクエできますね、そうだ、ね、4歳はちょっとドラクエきつい、5歳5歳、5歳になったんだ、オッケー、じゃあ、はい、ユーザーコメントのコーナー、はい、いきましょう、はい、皆さんいつも今回1個しかないね、ちょっと1個1個しかないですけど、これいらない、今回そんなにたくさんなかったんですが、皆さんいつもコメントを出してください、はい、ありがとうございます、666ルート3、はい、どうもです、3から、はい、はい、ありがとうございます、てかコメントがないより質問がない、あ、そう、質問がない、そうそうそう、コメントいっぱい、はい、コメントありがとうございます、で、質問です、皆さんが一番最初に買ったゲームの攻略本は何ですか、はい、あと日本に比べてなぜ海外の攻略本の方が攻略本の方が豪華なのですか、そうですかって思いますけど、どうなん、どうなん、実際どうなんですか、攻略本は日本世界一なイメージがあるんだけど、少なくともそもそも攻略本ほとんどないんだけど海外、そうなんですか、そんなない、いや、そんなことないんじゃない、攻略本王国のイメージがあるんだけど日本、まあ日本多いよね、多いよね、何でもある気がする、まあ、僕も仕事にしてたぐらいには、うん、そうだもんね、攻略本出てたとは思うんですけど、日本多いと思うね、どうなんですかね、まあ、イギリスはね、まず攻略本って本より雑誌の見た目じゃないですか基本、まあてかこう日本は書籍ですよ、書籍ですね、書籍じゃないでしょ、うん、でイギリスの場合は、まずイギリスのマガジンをこう 紙媒体のデザイン、はい、のクオリティすごく高いと思う、なるほど、で、あの超リッチ、めっちゃリッチなんですけど、うん、そこからのは一つだと思う、似てるようなものをこうあの攻略本にしてもすごく見た目の良い、なるほど、用意しようとするのが一つだけど、でもボリュームとかその攻略のボリュームとかに関してどうなんですか、ね、それに違うのかな、資料集とかなんか向こうの方がめっちゃ、まず充実度ですっげえ充実してるイメージがあるんだけど、そうなんですか、日本の攻略本、まあ、未だに棚そこそこ大きいです、ね、すごい大きいよね、うん、まあ、なくなってかなり縮小ペースにはなってるとはいえ、うん、そこそこの大きさがあります、ね、うんうんうん、まあ、それはそうと最初に買ったやつ、最初に買った、ゲーム攻略本ちょっと思い出さないとね、僕マリオかな、千葉さんが一番攻略本ついて話せる人だもんね、そう僕昔攻略本作ってたので、うん、僕多分マリオワールド、まあ、4ですね、いわゆるの攻略本だった、ま、スーパーファミコンのマリオの攻略本かな、あ、それで一個すごい印象に残ってるフレーズがあって今も覚えてるんですよ、はい、まあ、それ特別なフレーズじゃないんですけどね、プライドをかなぐり捨てて飛べっていう風に書いてあって要はこのステージは超難しいから上を飛んでクリアしろっていう見出しがついてるんです、それが今もすごい印象に、面白そう、いいね、いいフレーズですね、なるほど、が最初に買った、それ何歳ぐらいの時ですか、それ多分小学4、5、6、今4年あたりですかね、それってちゃんとスーパーファミコンでスーパーマリオワールドを持ってて買ったんですか、そうです、なんか結構その、うん、ゲームは持たないけれども、ありますよ、ね、攻略本で我慢する人いる、あと本屋さんとかで見てワクワクする、はいはいはい、あります、それはもちろんありましたね、でもそれは買って、買ったのはまあゲーム持っててですね、なるほど、なかなか買うにまではやっぱ踏み切れないから、うんうん、ゲーム持ってないと、そうですよね、基本的に、はい、僕一個思い出したのが、はい、多分キングダムハーツかな、おーグーフィーの絵いっぱい載ってる、グーフィーの絵ペロッと持ってるじゃん、キングダムハーツだったと思うなその本数で思いました、あ、なんだっけ、アルティマなんとかみたいな名前の攻略本、アルティマニア的な的な、あのなんかそのシリーズっていうか FF7 とか FF 系もそうなんですけど、結構表紙がかっこよくて金版系って、うんうん、結構多分表紙につないで買った気がしますね、どっちかっていうともともとゲーム遊んでて、
でも確かにそのデザインが魅力的で、その本来の攻略目的よりもそっち目的で買っちゃったかな、うん、あるかもね、うん、そうそう、なるほど、それぐらいかな多分、うん、トンキンは僕は攻略本買ったことないです。お、そうなんですね。それはもうなかったってことですか、うん、買おうと思ったことがない。買おうと思ったことないですね。まずコレクターじゃないし、なんかこうそういう理由で物を買わないんで、本当に買うなら単純な攻略目的でしか買わないけど、うん、そんな時代じゃないじゃないですか。まあそうですね。そう、あまり必要とはしない。はい、買ったことないです。私も買ったことないですね。はい、でも逆に、まあ子供の頃はまず、うん、まあ、基本攻略なしでプレイしたいなと思ったんですけど、はいはいはい、まあ、それは難しいところもあって、ただし結構イギリスのゲーム雑誌に攻略ページとかチップスページとかよくあって、あ、まあ、その中でこう今話題になっているゲームについてのチップとか、まあ、なるほど、で十分だったとか、はい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 、で今だったらね、こうウキとか FAQ とか、ね、ウォークスルーとかネットでね取れるから、だからそう必要性はないから、その綺麗だからかっこいいからとかっていう理由で買うよね今は。まあそう、今そっちですよね多分、うんうんうん、まあ、あとね、あの IGN ジャパンでそんなにあの攻略的な記事そこまでたくさん掲載はしてないんですけど、うん、はい、まあ、たまには掲載すると、はい、いつもかなり読まれちゃう、読まれるね、うん、確かに、あのやっぱネット便利だなと、うん、今こう住んでるところすぐ分かる、すぐ調べるっていうのはすごい、うん、しかもさ、その本の中ペラペラめくってどこどこって探さないで、もう検索ワードで一気にいけるから、ね、確かにね、うん、便利だね、うん、なのでね、悲しいけどね、うん、確かにその本当にそれこそこう職人みたいに攻略本作ってる人たちにはちょっと悲しい時代ですけど、うん、まあね、でもまあ実際作ってはいるんじゃないか。まあでも、まあ、今も出てます、ね、売り上げは、ね、思い出した。俺攻略本買ったことないけど持ってるんだ、うん、1本。ああ、分かった。夢を見る島ですね。そうそうそう。ああ、ゼルダ。シェンムじゃないか。シェンムじゃないです。あのゼルダの攻略本をうちのフリーライターの藤田さんにプレゼントしてもらいました。以上です。そうですかね。はい。はい。はい、ということでね、皆さん攻略本使ってますか。作ってますか。作ってるなら教えてください。あ、でも攻略サイト作ってる方はもしかしたらいるかもしれないですね、うん、はい、ということで今週のしゃべりすぎゲーマーでした。はい、はい、うん、最後まで見て、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。4日後にドラクエ11出ますからね。お忘れなくて、なんだあのゲーム聞いたことない。えということでまた来週待ってますのでお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。